はい、ナズです。今回紹介するのはレゴシティの屈折はしご車60111です。中には部品の袋が4つ、シールが1枚、そして説明書が2冊入ってました。それでは組み立てます。まずミニフィギュアとテレビの電波塔を作っていきます。はい、完成です。一人目は男性の消防士です。ぐるっと見るとこんな感じで酸素ボンベのついたマスクをつけてます。残量計もついてますね。二人目は女性消防士です。さっきの男性消防士と同じ服装ですね。手には消火器みたいなのを持ってます。三人目は電波塔の作業員です。ぐるっと見るとこんな感じで作業服を着ててメガネをかけてます。手には工具を持ってます。続いてテレビの電波塔です。さっきの人と比べるとこれぐらいの大きさなのでだいぶ高さがありますよね。下には操作盤と横に工具がついてて上には大きなアンテナがあります。ちなみにこのアンテナ台座ごとこんな風に動きます。そしてこの付属の火を置くと火事が発生です。こんな感じです。では続いてメインの屈折はしご車を作っていきます。
はい、完成です。牽引する車両と後ろの台車に分かれてます。詳しく見ていきます。まずは先頭車です。一見するとコンパクトな車両に感じるんですけど、人と比べるとこんな感じで消防車らしく高さがありますね。運転席の後ろには大きな荷室があって、ここをこんな風に開けることができます。で、中にはグラインダーや斧など工具の入った箱が入ってます。で、この工具はこの後ろの部分にこんな風につけておくこともできます。それと反対側の扉も開けられるようになってます。また運転席の屋根はこんな風に簡単に外れるので、さっきの人をこうやって座らせることができますね。この時運転する人の装備を箱に入れてここに収納しておけばスムーズです。それと横にバーがついているので、このバーをもう一人の消防士に持たせればよりそれっぽい出動になりますね。続いて台車です。台車は先頭車とボールジョイントでつながっているので、こんな風に簡単に外すことができます。ただ外してしまうとこんな感じで斜めになってしまうので、前のこのアウトリガーを下ろしてあげれば OK です。で、台車にはメインの屈折ブームがついてます。ブームはこんな感じで少しカクカクしながら動きます。もちろん台座も回転しますんで、好きなところに動かすことができますね。で、先端にはバスケットがついてるので、ここに消防士をこんな感じで立たせることができます。ちなみに一番高い状態でこんな感じです。高さは23センチぐらいです。そして台車の右側にはブームの操作盤がついてます。ここに人を立たせてこんな風に操作させることができますね。で、その横にはこんな感じで水パーツが入ってます。この水パーツは反対側についてるこの放水銃にこんな風につけることができます。ちなみにこの放水銃、上のグレーの部分を押すとこんな風に水パーツが飛び出します。なので放水銃のホースを伸ばしてバスケットに消防士を乗せて、この土台にさっきの放水銃をセットします。そしてブームを高い位置まで伸ばしてあげれば、電波塔のこの高い部分の舵をこうやって消すことができます。これがこのセットのパーツ一覧です。全部で368個あります。水や火のパーツが結構多いので意外に早く組み立てられると思います。以上、レゴシティの屈折はしご車60111を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。スマートフォン、タブレットの方は画面を縦にして赤いボタンを押してください。パソコンの方はこの青いボタンをクリックしてください。説明欄の星マークのところから他の動画見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。